は軍の仕事は？じゃあ学園祭の巡回警備よろしく。はい、これ腕章。まさか忘れてたの？もうあなたが軍の仕事にうつつを抜かしている間に、私たちは大変な思いで準備してたんだから、当日ぐらいは手伝いなさいよ。さあ早く行った行った。おお、このヌードルはなかなかいけるな。ジェレミア卿、本来の目的をお忘れにならないでいただきたい。ん？あれは？やっと見つけたぞ。君を探していたのだ。先日の約束通り、学内を案内してもらおうか。すまない、この前疎開で話した通り、以降の内定は私と貴公のみで進めたかったのだが、普段細かいことは忘れがちなジェレミア教がなぜかこのことだけはきっちり覚えていてな。何度も巻いたのだが、結局はついてこられてしまった。さあ、どこを見に行こうか。私が探しているゼロと関わりがあると思われる男は、やはりここの制服を着ていた。そうだ、顔を思い出せないのだが、見れば思い出せる気がする。できるだけ多くの学生を見たい。こちらは変装しているから、向こうがこちらに気づくことはないはずだ。何を言っている。これはあくまで素性を隠すための手段に過ぎん。どうせ中庭にいるのだろう。フードカウンターを痛く気に入っていたからな。あの教室内を捜索したいのだが。ここでこれ以上押し問答をしていては我々が怪しまれてしまう。さあ。Mm-hmm.
すまない。腰が抜けてしまった。やってられるか！ドッファー！それらしき学生はこの中にはいなかった。次のポイントを探ろう。ここは？さすが、私の狙いをよく理解しているな。まずはできる限り顔を見なければ。デザートを食べたいのだが、フードカウンターはないのか？前世紀にこのエリア11で生まれたゲーム、モグラ叩きを人力で再現したよ。高得点を出せばフードカウンターのチケットをプレゼント。どんなゲームなのだそれは？なるほど、やはり所詮は学生が作ったもの。単純なゲームだな。よし、私が最高得点を出してやる。このジェレミ、ジェレンコフ？なんだそれは。この私が油断するとでも？さあ張り切ってどうぞ。ああ、はい、終了です。お、なんと出ました、本日の最高得点新記録です。見たか、この私の実力を。無駄遣いしているんだよ、その実力は。おい、店員よ、もう一度やってもいいか？いや、他のお客さんが待ってるので。そうだな、よろしく頼む。うん、かなりの数男子生徒の顔を見たが、今のところそれらしきものはいなかった。ベーグルが絶品だった。あとはあのモグラ叩きとかいうゲームも面白かった。しかし学生の考えることも捨てたものではないな。それにこの学園祭にはイレブンも多く来場しているようだったが、この雰囲気悪くないものだ。で、今後の捜査方針だが、あれはなんだ？
いよいよ始まりました。世界一のピザ作り。ほう、ナイトメアを使ってピザを作るのか。面白い。人が大勢集まっているな。あそこで顔を見ることができれば。何事か？あれはユーフェミア殿下。よし、ビレッタ、すぐに行くぞ。皇女殿下をお守りせねば。しかし今動いては。大事には至らなかったようだな。私ユーフェミアリー・ブリタニアは富士山周辺に行政特区日本を設立することを宣言いたします。何？ブリタニアが日本を認める？しまった、その手があったか。地域制限付きとはいえ、この行政特区日本ではイレブンは日本人という名前を取り戻すことになります。イレブンへの規制並びにブリタニア人の特権は特区日本には存在しません。ブリタニア人にもイレブンにも平等の世界なのです。行政特区？ブリタニアが日本を認めるというのか？君か、少し話しておきたいことがある。私の自室へ来てくれ。君を見ていると、私が軍属になった頃のことを思い出す。今から8年前、私は軍人として初めての任務としてアリエス級の警護に当たっていた。しかし、その夜は上からの指示で警護は最低限の人数に絞られていた。そのため私たちは賊の侵入を防ぎきれずにマリアンヌ王妃をお守りすることができなかった。私にとってそれが初めての挫折だった。あの胸の痛みは今でも覚えている。それから私はこのエリア11へ着任することになった。亡くなられたマリアンヌ王妃の王子と公女が命を落とされたこの地へ。だがここで私はある考えに出会ったのだ。
だが我々が軍部で十分な発言力を得る前に今度はクロビス殿下までをもお守りできなかった。一度ならず二度までも。さらにあの男ゼロの謀略により、私は亡くなられたマリアンヌ王妃とクロビス殿下に申し訳が立たない。何としても純血派を復権させ、ブリタニア人のみで皇帝や皇族をお守りしなくてはならない。本来あの場所には我々純血派がいるべきなのだ。君の活躍には純血派の今後がかかっている。よろしく頼む。しかしまあ、ユーフェミア殿下もやるもんだね。まさかこんな方法で黒の騎士団をはじめとする反政府組織を無効化するなんて。こりゃゼロも困ってるだろうね。どっちを取っても自分たちには不利になりますからね。かといって何もしないでいると、今の段階ですでに黒の騎士団のメンバーからも特区参加希望者が相当数出てるって噂だよ。これでこのエリア11での戦いがなくなってくれれば。ええ、そうね。さて、ゼロは来るかな。二人ともそろそろ時間よ。とにかく気をつけてね。何が起こるかわからないから。今回貴様らにはナイトメアによらず通常の警備を担当してもらう。特化のナイトメアは強力すぎるので、ゼロが警戒して二の足を踏むような事態は避けたいという総督のお考えだ。貴様らはナイトメアに騎乗せずとも
相当な身体能力を有しているとの報告を受けている。当てにしているぞ。イエス、マイロード。やはりゼロは来ないか。あれは？負けを認めたか、ゼロ。しかし警戒は緩めん。狙撃班は照準を維持しろ。特科の2名はいつでも副総督の盾になれる距離を保て。イエス、マイロード。ようこそゼロ、行政特区日本へ。ユーフェニア・リブリトニア、折り入ってお話ししたいことがあります。あなたと二人きりで。やはりこの男と二人きりになるのは危険です。我々のどちらか一人だけでも。大丈夫です、私を信じてください。なんだ、あの子。え、どうして。私に近寄るな。貴様、持ち場を離れるな。分かった、好きにしろ。あら、あなたは日本人ですか。日本人は皆殺しにしなくてはなりません。
どきなさい。邪魔をするならあなたも。日本人は早く死んでください。私本当の私